尖閣諸島の一途一、魚釣り島に対象島三、ク島四、北小島五、南小島六、沖の北は七、沖の南は八、非勢、ク島は尖閣諸島の無人島の一つ。日本国が実効支配し、中華人民共和国と中華民国が領有権を主張している。日本の行政区分では、沖縄県石垣市に属する。 先島諸島の島民によって久場島と呼ばれる。別名は清書。日本名の久場島について日本政府は地元で呼ばれている名称を地方公共団体が調査し使用しているとしている。久場は沖縄方言で微老を指し、八重山列島ではチール島とも呼ばれた。琉球王国の文書には清書の記載がある。日本政府は清書という名称についても 我が国において、従来から使用されてきているものとしている。中国名では、清書という名称を使用している。石垣島北方約 182km の北二25度56、東百123度41に位置する、無人島。首都の宇釣島から、東北方約 22km の尖閣諸島の北端に位置する。面積0.874049平方キロメートル。 最高峰は、標高117メートルの千歳山、他に、新天山などがある。火山島で島の中央に数個の河口があり、海岸に向かってなだらかな地形だが、島の周囲は壁岸になっている。島の形成時期は、第4期とされる。日本が領有し実行支配しているが、中華人民共和国及び、中華民国も領有権を主張している。日本の行政区分では、 沖縄県石垣市との城尖閣2393番地にあたる。島の所有者は民間人であり、2012年9月11日まで同じく尖閣諸島の魚釣島、北小島、南小島も民間人が保有していたが、尖閣諸島国有化によりこれら3島の所有権が国に移った後も、久バ島のみ引き続き民間人が保有している。 島の南西部にはかつて鰹節工場や海鳥の羽の加工場があったが、事業中止に伴って無人島となった。また、かつては尖閣諸島で最大のアホードリの映像地があり、現在もアホードリの繁殖の可能性が指摘されている。同じく、尖閣諸島に属する対象島とともに在日米軍の射漠劇場に設定されているが、1978年6月、 以降使用されていない状況にある。なお、久保島の北西から北東にかけては、日本の排他的経済水域の起点となる3つの小島があるが、これらの島は2012年3月2日に、北西小島、北小島、北東小島と命名されている。ありがとうございます。